はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化太平楽やっていきたいと思います。前回でね、しぐれちゃんの経験点とか、わめいていたんですけれども、ちょっとコメントとか、いただいて分かったのが、アプリでいう第1回目の強化太平楽に準じているみたいなんで、しぐれちゃんとかはね、経験点くれないですちょっとテンションが下がっているんですけれども、やっていきましょう。デッキはこんな感じにしてみました。で、今回は、反監督派にしか行かないつもりなので、浦賀を外して、七井くんを連れてきてます。で、ヤギュちゃんの代わりに、サイガを入れてますというところですね。ヤギュちゃんはね、ちょっと前回金徳失敗してるんで、今回は全員金徳成功組で、来てます。で、完全なる打撃キャラを作りたいので、七井はアーティストを狙っていきます。で、サイガの1球入魂に関しては、大谷翔平の、初球骨を、もらえればというところですね。大谷君もね、ちょっと野手の場合はコツがね多い人なんで、走塁、内野安打あたりはかぶっているんですけども、広角打法も7位とかぶってるか、サイガも入れてるのか今回なので、ここら辺をうまく掴んで、初球コツをもらっていきたいですね。じゃあやっていきましょう。そうこのさ、ミート G、パワー G とかさ、超弱くない？打撃キャラ作りたいんだけどさ、このミート17、パワー17とかちょっと勘弁してよっていう。でね、総力はね、また稼げないと思うんで、総力アピールで来てます。総力アピールにした時にね、 D あると結構楽なんですけど、その分肩と守備が若干高めではあるかな。大谷くんコツを掴んでいきましょう。いきなり初球コツくれるとすっげえ嬉しいんだけど、レーザービーム一ちゃんいらないのが来たなサードだからね、こういう時レーザービームをさ潰すかどうかっていうところだよね。こういうのって多分結構好みが出るんで、いらない特殊能力はつけたくないっていう人もねいると思うんで、俺は結構そういう派なんですよね。まずはバネキちゃんの評価を最優先に上げていきましょう。やっぱりね、クリスマスは彼女と過ごしたい。しかも超イケてるんで、最後はね、やっぱりちょっとイベント内容が弱いですよね。初期の方に出たキャラなんでしょうがないですけれども、当初はね、やっぱりかなり最後も強キャラだったんですけど、インフレがね進んじゃってるんで、弱くはないけどめちゃ強いかって言われたら、ちょっとね、初級骨がね自分で用意できないっていうところもかなりきついところではあるんで、初級っていうのもね結構貴重なコツなんですよね。そこをうまく確保できれば、サイガはねかなり使いやすくはなるんですけど、ノーミ君のコツをもらっていきましょう。練習か、普通のコツの時はな、練習よりコツが欲しい。割とコツが発生するね。バネキちゃんはいない。大谷くん、レーザービーム置いておいてあるけどどうする？レーザービームもういいやこれでレーザービームはなくなったな。そっか、今回7入れてるからね、7入れてるからじゃんけんの特訓をする必要はないけど、他の2つもね、なんかミートと積極走塁とかだっけ、だったら選球眼がいいかな。で、7位をちょっといつもねアロマテラピーにしてるんですけど、変えるか。バネキちゃんがいねえな。大谷の評価を上げていこう。で、やっぱりね、能見くんはねコンボとね経験点の高さがね外せないよ本当に。騎馬妹はもう乗ってるのか。ってことは強化上げに勤しもう。強打者を作る際にね、気迫ヘッドがいるかって言われたらいらないんだけど、やっぱり能見さんをね外すっていうのは
かなりマイナスになるんで、このメンタルじゃなくてマインドどうしようか。とりあえず自力でなんとかして、いつもはねここで民間療法を試してるんですけど、試さないにしてみよう。ちょっとどうなるんだかあんまり把握してない。強心対応か、まあ悪くはないかな。強打者なんで、俺は強打者だ。その強打者になるためにミートとパワーをめちゃ上げなきゃいけないっていう。でここはラッキーボーイのコツを掴んでいきましょう。ゴミ拾い、オッケーオッケー。で、ちょうどメンタルに人が来てるね。というかバネキちゃんの告白が来ないんだけど、そう、精神はね割かし稼げるかな、やっぱり能見さんがいるんで。まあ、結構精神を使う金徳が多いんで、なんか足りないように感じるけど、実は結構稼げてますね。ちょっと全部において微妙だな。どうしようかな。監督評価と諸井君の評価上げていくか。今のうちだったらね、まだ監督の評価上がっていくんで。でここは前回と同じ今のままでいいと。やっぱりねこのコンボもね大谷君との相性がいいんで外せないですよね。タック、筋力やりたいけどね、これは無理だな。死ぬ可能性大なんで休もう、おとなしく。さて反監督派の、おお全然人がいない、いいね。さて7人、今回はしっかり数えていこう。いない、マジか。反監督派の練習がない、しかも、言ってか全然人いなくねえか。7位の評価上げよう。これはもうちょっと人をどん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 こっち側に吸収していこう。まあ諸井君はねあれだけど、これで1でしょ。まあ諸井君ももちろんカウントになるんで。何これは体力が減る、ちょっときつい時なのにな。まあただ一緒に走っていかないとイベントが進んでいかないんで。重なるね悪い時は。まあただおとなしく寝る。ちょっと待ってメンタルか。7位やろう。7位くんはね逆胸骨があるんで、うん、どうしようかな。次7位のコツが来るまでは置いておいて、7位のコツが来たら逆胸は潰しちゃいましょう。まあ、やっぱりねパワーヒッターと広角打法は欲しいんで確実に。これでね騎馬妹ね回復してくれれば最高なんだけど、まあそれはちょっと要求しすぎか。ストレッチ、また青くなってる。いいねいいね、こういう風にさメンタルで青くなってくれるのはねほんと助かる。逆境はもう掴んじゃっていいか。精神ポイント結構手に入ってるよね。あれなんか遅くね。何を読み込んでいたんだ。あれちょっと待って、また数えてないんだけど。何人目これ。1234人目とか。超イケてるよとか言われてもね。うわ結構削ってくるな。体力削りのだな。
マジでやることがない。せっかくのラブパーだけど、ここはデートをして回復しよう。で10月の3週は練習して体力減らしたいよね。でこれもね、ちょっとサイガは体力をちょいちょい削ってくるんで、あ、これは減らないか。一級入魂、これもさ、なんかイベント的にあんまりさメリットを感じられないんだけど、とりあえず真ん中にしておこう。全然ポイントもらえないからね。反監督派2人で行くか。ただあ、そっか、クリスマス前か。反監督派2人で行こう。まあ、40ポイント入るから全然いいと思うんだけど、筋力と打撃、打撃筋力精神で1個ずつ上げていくか。まあ、本当はでまとめて上げた方がいいかもしんないんだけど、あと何人、あと3人くらい必要な感じがするんだけどな。1月中でいけるかな。よし、とりあえず青い。おー、メンタルいい。大谷くんか。いや、まあただここはこれでいこう。大谷も呼び寄せておきたいんだけど、意外性、筋力にしとこう。精神はね、回復量が増えるからね。え、これさ大丈夫だよね。もう評価的に減っても大丈夫だよ。これで一人ぼっちのお正月とかになったら悲しすぎるな。大丈夫だよね。世界平和を願えば全てはうまくいく。そういや、この前騎馬大凶だったからな、小吉。結局しょぼいのしか出してくんないな。よしよしよし、もろいくん、意外性はちょっと抑えておきましょう。結構ポイントが溜まってきてるけど、まあ、やっぱりね、臨床ポイントは少ないよね。弾道は3にしておいて、まあ、精神もそれなりにあるか。 D くらいまで持ってく。おー、結構使うな。総力も D にしておこう。まあ、最悪総力は捨ててもいいんで、今回脆い無双をやってもらおう。逆境、結局逆境骨が来てしまったか。まあいいや。いないか。まあ、これは普通に反監督派練習が2人いるんで、超ラッキーボーイのコツは取っておきたいよね。こういう時に体力を削ってくる。これもね、チームメイト評価、まあ最初の方に怒ってくれると嬉しいけど、嬉しいけど全然あれだな。青イベントが起きないね。まあこれはデートしておくか。じゃあやっぱり今何人目かっていうのはちゃんと把握しておかないとわからんわ。1月の4週でさ、青コツが来ても超ラッキーボーイもらえるんだかもらえないんだかよくわかんねえし、一回一回書いとこっかな、正の字で。まあ、能見くんはね、ちょっと福井部があるんですけど、経験点がねもらえるんで、周辺視野もね、2回目が体力回復イベントなんで、なるべく減らしておきたいよね。やっぱね、こういう体力回復イベントは有効に使わないといけないからな。大谷くんか。一般人、これは大谷くんでしょう。小球骨くれ。広角打法、まあ悪くはない。
よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、超ラッキーボーイ。だ多分ここでねもらえる経験点とかも前回のアプリほどはないですね。で、反監督派にはいく、じゃなくて反監督派でいきます。どうしようかな。これ7位でもいいと思うんだよね。広角打法を掴んでおいて、で、まあ、逆境は掴まなくてもくれるわけではないんでいいんですけど、取れる時に取っておきましょう。パワヒ、パワヒはどうしようかな。5で掴もうかな。お、いいねいいね。あ、いいねいいねって言ってもあれか、バレンタイン前じゃないか。タイミングがよろしくないね。まあ今回は打撃キャラだからね、キバと勝負してもいいと思うんだよね。ね、この反監督派練習もねちょっとうまく利用したいんだよね。これだったらさ40入るからさ、プラスでスカウトさん評価も上がるし、でスカウトさんからさらに10ポイントもらえるっていう、まあ、肩は良くないからね、サードのくせに。でどうする、大谷くんと七井がいる、いいね、これはいいね。どうしようかな。ちょっともし直撮りできるものがあったらちょっと直撮りしちゃおっかな。初球はね結構欲しいんで、走塁無理でしょ、内野安打か。さよなら男とかいいんじゃない。さよなら男って精神使う方だっけ、技術使う方だっけ。精神使う方だったら余裕で取ってこう。うわ、技術を使う方か。満塁男が精神を使う方か。こっちの方がね良かったんだよね。精神60は結構でかいよな、結構でかいんだけどな。まあいいか、ちょっと大谷くんと普通に練習をしましょう。まずはねコツをくれっていうお話を。走塁、まあいいや、走塁とか3で潰しちゃおうか。まあ次のコツが来るまでだけど、大谷くん来たね。これはちょっと走塁潰しちゃおう。まあそこまでめちゃくちゃ高いってわけではないんで、初球をください。練習か。お、これは体力を回復してくれる。理由はわからないけど体力が回復するどういうあれなんだろうな。あー、ここに反監督派3人いるね。ただまあ能見さんもコツをくれるし、1人でもねこれ発動するんで20ポイント流し打ち OK。 精神にしとこう、回復量が増えるから。これの成功と失敗の区別がよくつかないんだよね。少しか。よし、代打。まあ、高校のね登場順もアプリとサクスペでは違うんで、俺もねアプリはねどっぷり使ってるわけじゃないんでね、その初回っていうか第1回目の強化太平楽の時は全然やってなかったんで、第1回目がどういう内容だったかっていうのがねわからないんですよね。パワーヒッターは取っておくか。まだ流し打ちはもう掴んでいいでしょう。気迫ヘッド、ヘッスラ持ってるやつなんていないからね。ていうかヘッスラなんて直撮りしていいやつだから、レーザービーム一応取っとこう。あ、取っとく必要ない、12か。技術が足りてないからな、残すのは残しておこう。ラッキーボーイは別にいいでしょう、掴んで。ラッキーボーイとね切磋琢磨がね、まあ、もし普通に直撮ろうとするとかなりの精神量使うんで、まあ、それが軽減できるっていうのは結構でかいよな。チェンジアップとか打ちづらい。おい、またか、ちょっと待ってよ。よーし、
試合でね打てないとむしろ評価下がるからね、まあ、2回回ってきてくれればいいんだけど。あとね、学校はねグラウンドが狭いからわりかし飛ばなくてもホームランになったりするんですよね、まあ、ここも意外にポイントくれるし、これで諸井くんは終わったね。え、どう？ダメだった？悲しいなぁ。まあ別にいいんだけどさ、ここはちょっとデートをしておきましょう。まあ、まずはカジマのバカ力105か。それでも騎馬妹はまだ。おーい、出たよ、カナデート。とりあえず回復量でいきましょう。喫茶店はね45回復するんで、これどう？回復しよう。おお、大丈夫だった。ジーみたいな感じで監督に見られる可能性があるからな。これでただ体力は満タンになった。あんまり諸井くんが来ないね。ここ諸井が邪魔だったな。そういう弊害はあるからね。で、今何回目これ？ 3、4回目だよね。5回までしかできないんで、ずっとできるわけじゃないんですよね。一番下でいいかな。敏捷ポイントが欲しいんだけど。まあ、10ポイントでももらっておきましょう。おお、7位。これは好打者と。で、コツ、大谷君。しかも、もう発動しないか。これね、ハンっていうのがね、光ってないとね、発動しないですよね。もう全然5回やっちゃったか。どうしようかな。こっから60使うのはな、ちょっときついよな、ちょっときついよな。かけよう。コツ、練習か。ちょっと多いね、やっぱり大谷くんコツが。やっぱり3個くらいがいいよね。サイガとかだからね、バランスいいんだよね。7位。これでパワー比は5と。で、大谷くんも終わりと。あとは7位だけ？諸井も終わったよね。よーし、じゃあ取れるのを取っていきましょう。パワー比を取って、レーザービームもなんか取っとく。超ラッキーボーイはなんとなく残しとこう。まだ可能性はゼロじゃないからね。最後の最後に取れるかもしれないから。そしたらもうこれだよね。50。どっちもどっちだけど、まあこれでいいや。くれ、ポイントをくれ。よし。たまになんかすっげえ微妙なコツよこしてくるからね、いらねえみたいな。脆い無双だね。回復もしたい気がするけど、まあポイントでしょう。いいね、いいね。反監督派に来たの。どちら向こう行ってほしいんだけど。おおー、いいね、諸井無双。チャンスメーカー一応置いておくか。さてさてさて、まあこれはこっちにして、で反監督派練習も狙っていきましょう。できるんだったら。やべ、お前が邪魔だ。まあいいか。今回スカウトさん評価だいぶ上がってるね。どうしようかな。精神にしよう。回復できるときにめっちゃ回復したい。10人に1人の逸材。
とサイが1人、3人とかいたらな守備やってもよかったんだけど、ただ5ターンだろ。サイガも1人で発動するのは発動するからな、やっとこう。最後は短いからね、狙える時があったら狙っていっちゃいましょう。そうだな、ここは打撃にしよう。どっち？監督派に行ったのか。メンタル誰が誰だ大谷くんプリーズ大谷コツ、よっしょ、球コツでかい。これはここに来てのこれはでかい。メンタル反監督派がいっぱいいるね。サイガって実は固め打ちまだもらってないよね。いやでも回復しておきたい気もするんだよな。騎馬妹とのデートはどこまで行ったっけ。固め打ちか、まあ1人、いややろう。ポイントもまあもらえるっちゃもらえるし、練習か。打撃だな。サイガももろいもね、どっちも筋力ボーナスがついてるんで。おお、いいとこに来てくれた、超ありがたい。何食った、捕食ね、これ不足する栄養素を補うための食事。はあ、得体は知れないな。ちょっと今回反監督派練習があんまり発動しないね。5人とかいるとね、やっぱりすげえ経験点になるんだけど。で7位も2回目ですね。まあこれは間に合うかな。なんか時々すっげえギリギリの時とかあるんだよね。イベントが完走できないんじゃないかっていうくらい詰まる時。あと7位だけだもんね、大丈夫だよね。何なんだこの脆い、君は邪魔だ。これはデートを せざるを得ないな。あ、そうだ、バネキちゃんあれだった、一回空デート発動してんだった、忘れてた。まあ、イベントの内容を把握しとけよっていう感じだけどまあ7月に2回だったら大丈夫だよね。いけよ、ほらいけ、カッキン、オッケー。本当にアーティストも重いからね。さてちょっと騎馬と勝負するか。これはミート A にしちゃおう、もうパワーも A にしよう。で守備力は E で止めておこう。あと肩を上げる。ちょっと待ってね、呼吸も上げとかないといけないからな。これでいいか。特に練習的なものは、あれこれって大丈夫、光ってる、あ、光ってんだか光ってないんだかよくわかんないんだけど。あれもう5回終わった、ちょっとやってみよう。4人いるからね。あ、大丈夫だ。どんどん打撃を上げていこう。6月の4、まこれは誰でもいっちゃ誰でもいいんだけどね。まあやっぱり可愛い子かな。あ、これはやろう。やはりデートがめっちゃ詰まるな。まあいいや、しょうがない。帳尻合わせとか、これ微妙だよね。だったら経験点くれよとも思うけどね。技術が足りてないんだよね。技術が初級はとりあえず取れるか。珍しいな、技術不足になるのは。超ラッキーボーイとか取れてねえし置いてあるんだっけ。さて行くぜ。決着をつける。
騎馬決着をつけるぞ。どうよ。オッケー。やったぜ。普通に考えればさ、でも投手の方が、投手っていうかその対戦するときね、投手の方が全然有利だよね。だって3割打てればさ、すげえって言われるじゃん。ちょっとやっぱ3回勝負とかにねしてもらいたいよね。1打席勝負じゃなくて、とりあえず肩を C にしておいて、技術だね。ダブルタックとか来てくれればね、一気に技術稼げるんだけど。お待たせいたしました。なぜ点を入れられる。先発はどなたよ。本当にな、なんこいつ絶対敬遠してくる。ほら振った方がいいのかな、ああいうのって。なんかこいつ怒り出してんだけど。鶴屋くんとかね、よく怒ってる姿見るけど、こいつの怒ってる姿マジ怒ってるって感じだったな。強打者持ちか、コントロール G とか。なんだかんだで3失点してるからね、怖いは怖いよな。まあ、俺もね、春英作チャレは野手でやってて、で確かね、試験とか全部満点通過して、おっしゃこれ絶対更新できるよって思ったら、さっきの初戦で負けたからね。な、6失点くらいして、もうそれでね作チャレやめました。もうやめたって。ほんとひどすぎるよ。10% か。やっときたい気もすんな。大谷君はもう大丈夫だからね。よーし。で、7月の4週は寝よう。あ、片目打ち。で、まあ、春英作茶でやっててね、割と初回でも満点を出せるようになったんですけど、初めて初回満点出したとき、試験ね。クリスマス一人ぼっちになってやめましたね。芸術的流し打ちと固め打ちで結構使う。一球入魂も使うな。チャンスメーカーを取っておこう。超ラッキーボーイ、技術が必要か。技術不足だね。お待たせいたしました。パワーとか S にしたかったけど。桑山ボール、まずは様子を見ます。第2球投げました。外角高め。矢部くんが出てるとね、めちゃくちゃ警戒してくるよね。投げました。来た。行った。まあ、それも無駄なことなんだけど。太平洋。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは桑山。第2球。危ない球。第3球を投げました。あれ、これはいつはどうだ。行ったか。ちょっとずれたけど、パワーで持ってきたね。追加点のチャンスです。アーティストと一球入魂持ちだからね。本当はね、広角砲とかも入れたいんだけど、そのためにポリス君を入れるっていうのもね、どうかと思うし、かといってね、ギブソンジュニアはね、やっぱり確定なんで、そこがちょっと辛いところだよね。この技術も多分あれだな、超ラッキーボーイで消耗してしまう。色、おいた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 。ノーミッチャー、さすがよ。どうしようかな、精神にしよう。コツ、ノーミくんか。さてさてさて、どうしましょうかね。まあとりあえずは金徳はやっぱり抑えちゃいましょう。長尻足も抑えとく。あれが足りないんだよね。だから技術が
結局。そうすると総力上げちゃっていいか、 B にできるか、筋力が余ってんね。コツアベレージヒッター、うおー、また技術を使うやつをよこしてきたね。これ次は精神練習をしないといけないんで、そうすると能見さんがまた働いてくれるかどうか。お待たせ、バーブ、おい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 、マジかよ。太平洋攻撃に入ります。先頭バッターは桑山。とりあえず1点返しとかないと、単品で来られるとね、1点しか返せないからね、ホームラン打っても。先ほどホームランを放った、よしよし、もう失点しないっていうのは マストだからな、ここから先。あお、危ない、俺のせいじゃないんだけどさ、失点するの別に。いや、もしかしたらサードの守備がしょぼくて後ろに抜けているっていう可能性もなきにしもあらず。てかさ、俺がさ、サードで出てるってことは才賀とかどうしてんの？たまにベンチに引っ込んでるからね。あと大谷くん連れてるとね、延長とかに突入するとたまにね、交代させられますよ。俺はあの延長で交代させられたもん、大谷くんとひでーとか思った。おお、能見さんマジでありがたい。9回同点に、ホームラン打って同点にしたのに、次の打順が回ってきた時にはね、大谷くんに変わっちゃったっていう。で負けたよ、もちろん。超悲しかったよ本当に。どうしようかな、筋力余っちゃってるからね、 S にしよう。ね、やっぱり肩も欲しいんだけど一応置いておこう。守備はこいつ E でいいかな。お待たせ、本当はねミートとかも上げていきたかったんだけど。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で桑山、初球引っ張った、第2球投げた、おお、振ってくるのか、フォーク2しかないんだ。第3球を投げた、打ちました、痛烈、左中間大きいぞ、入った。あ、大谷は先発で出てるね。リードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている桑山、おお、初球決まったストライク、まずは見送りました。第2球投げた、これはよーし、2球スライダー、さすがに捉えられる。今日2打席連続でホームランを放っている桑山、ボールだね。さあ次の投球、投げた、俺としてはなるべく進藤の方がいいんだよね。青井ちゃんとかさ、カーブとマリンボールしかないからさ、結構めんどくさいんだよね、打とうとすると。8回の裏、青井ちゃん攻撃に入ります。この回の先頭バッターは桑山、今日はチームの打ちづらい、ほら。まあ抑えてくれたか。とりあえず決勝まで行ってくれれば全然いいんで。さて最後、おお来てる、何か来てる、うわーメンタル、これどっちがいい、どっちがいいって言われたらこっちの方がいいよね。だって30手に入ってさらに44でしょ、絶対こっちの方がいいよ。しかもちょうど技術ポイントもくれるし。で決勝は何、絶対二次谷なの。円卓どうしたのよ、円卓。どこまで上げられる、肩上げられるね。呼吸上げておくか。 C は欲しいね、やっぱり強襲する可能性があるから。アベレージヒッター取っとくか、取れるときに取っとこう。他チャンスメーカーはまあ一応置いとこう、もらえるからね最後にバネキちゃんから。で割と筋力を使いたいんだよね。そうするとローボールヒッター、あ、タイエースとかな、いいっちゃいいんだけど。レーザービームとかどうする、これなんか査定とか上がんの。139でしょ、141なんか結構上がるんだけど。査定的にはなんか抑えておきたいな。
完全にいらないからな。どうする、サブポジつける、すげえ珍しい。サブポジとかってさ、査定に反映されんの？絶対反映されないよね。なんかキャラによってはさ、サブポジのコツとかさくれても面白いと思うんだけどね。太平ラリードで迎える1回です。バッター桑山。あ、しまった。あぶね。ボール引っ掛けた。ファール。完全に引っ掛けたわ。うお。アース低めいっぱいストライク。第3球を投げました。しまった。これは引っ掛けた。うん。完全にやられたな、西谷に。太平ラリードで迎える4回です。ワンアウトランナーなし。これは大丈夫。よし。いった。それかあれか、なんか。サブポジも守れるようになったっていうのがなんかあったよね。でそこからさらに上げていくっていうのもあるんだけど、ただサブポジを守れるようになったっていうのはあんまり経験点使わないからね。これはフォークを入れてくるね。これもフォークか。内角高め、カウント1ボール1ストライク、投球は3球目、投げました。これはどうよ、高めボール球、ボール球だったか。まあ一応勝ってホームランは2本打ったのか。満点にはならないかな。そうするとそうだね、試合経験点も違えるから100をね超えるくらいなんですよね。でスカウトさん評価も今回は結構いいはずだから1位狙えるでしょう。 OK。サブポジつけようとするとね、その分の経験点を無駄にするからな。まあ一応チャンスメーカーはもらっておきましょう。ミートは S にできないよね、技術不足になってるから。経験点的には7800、まあだいたい8000いかないくらいなんだよね。かといってね、爆発するかって言われたら爆発しないからね、この高校は。一応ミートエースにはできるっちゃできるけど、絶対ミート不足になるよ、じゃなくて技術不足になるよ。どうしよう。139でしょ。さ、絶対サブポジつけてもさ、どうにもなんないからね。どうにもなんない。ちょっと待ってね、いくつ使う。いや結構使うぞ。とりあえず技術だけで見てみよう。16足す24足す32、うわ72も使うのか全部で。ってことは全部合わせると200くらい使うってことか、経験点を。守備力もともと低いからな。パワー S にする。これさ、1上げるのに90使うとかさ、とんでもねえな。やる価値があるのかどうかだよね。99で142でしょ、変わんねえじゃねえかよ。じゃあいいわ。ちょっと待ってね、139から99までで142 142 141、こういうので微妙に変わるからね。まあちょっと別に査定を気にせずいこう。まずはじゃあレオ、あれどこ行った、もう取ったんだっけ、チャンスメーカー。あったあったあった。レーザービーム取ろう。レーザービームを取って、こいつ外野も守れるようにしよう。どうせならやっぱマックスにしたいよね。そうするとちょっと E は不安があるから D にしておく。やべえ、筋力が余るわこれ。怪我しにくさとかもらっておこう。さすがにプルヒッターはな、広角打法持ってるからね。内野安打、まずはちょっと筋力をさばこう。体当たりとかも一応取っておくか。はい、イエースね、ちょっと掴んでおきたいね。敏捷がちょっと余り出したから、でサードだから高速チャージは欲しいね。で筋力敏捷、なるべく技術は使いたくない。本塁生還か、
速攻、上り上司が全く違う違う、ピンショーを使いたくないから打開か、そうすると一回打開を取ろう。でそこから速攻が良さそうだね。ブロックとかはもう絶対いらないから、さすがに代打、まあ代打で出た時のために代打取っとこう。よし、こんなもんか。 OKOKOK。 じゃあ30使って、これ使って、これ使って、いいねいいね、いい感じで使ったね。という感じでサブポジ外野のレーザービームで、S6 ですね、まあ、だいたいうまくいけば S6 くらいはできるようになってきたかな、まあ、8000弱くらいでだいたい S6 に届くような感じになるんで、まあ、プラス金徳をね一つもらってるっていうところがでかいとは思うんですけど、というところで、じゃあ今回の強化太平楽はこれで終了して、ちょっとね投手全然やったことないんですけど、投手もね挑戦してみたいんで、まあ、次回は投手でやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。